こんばんは。皆さんお気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、題名を格闘技言いたい放題ラジオからボクシング言いたい放題ラジオに変更しました。まあそれはなぜかというと、もう 99% ボクシングの話をしているからです。まあそれだけです。はい、ということでよろしくお願いします。本日はポール・バトラー、はい、ポール・バトラーの話です。ポール・バトラーの新たなニュースが出てきました。はい、ポール・バトラーと井上尚弥選手の4団体統一戦、もう続々と近づいてきましたね。そしてもうあらゆるメディア、ほぼ全部のメディアがもうバトラーは負けると言ってます。バトラーじゃ絶対勝てない。まあさらに皮肉にもバトラーの母国イギリスのメディアも、なぜバトラーはこんなにありえない試合を引き受けたんだ、もうそんなことまで言ってるんですよ、メディア全体が。はい、そこでバトラーがそれに対して口を開きました。このバトラーっていうのはまだチャンピオンになったばかりですよね。スルタンに勝ってカシメロが転落して正規王者になりましたよね。これ指名挑戦をなぜしないか、別に井上尚弥と戦わなくてもいいんですよ。その WBO の指名挑戦があるんで、なぜそこを選ばないで、防衛戦を一回もやらないで井上尚弥選手との戦いを選んだか、これ皆さん何だと思いますか。これバトラーがこのことで口を開きました。井上尚弥はとても偉大なチャンピオンである。私はそれに挑戦したい自信がある。まあこんなもうバトラーの人柄が出てますよね。もうなんかありきたりのことを言うっていうか、全く面白くないことを言う。まあバトラーらしいって言えばバトラーらしいんですけど、これ皆さん本当の理由は何だと思いますか。自分がこれ思うに本当の理由は、お金ですね。お金、おそらく勝てる自信、さすがにその地位にいるチャンピオンなんで自分の力っていうのは分かってると思うんですよ、長年ボクシングやってて。あとまあこれ記録残せるじゃないですか。これバトラーも言ってたんですけど、まあ人は誰でも野球をやってたらメジャーリーグに挑戦したいだろう。あ、なるほどねっていうとこですよね。確かにそうですよね。まあ日本で活躍している選手がメジャー行ったら日本ほど活躍できませんが、やっぱり挑戦したいですよね。まあそういう感じらしいですね。なんというか純粋というか、メイウェザーならまずやりませんよね、そんなことは。勝ちに徹してるんで。ただこのバトラーの選択が、まあこれを勇者って言うんだかなんだかですよね。まあやっぱりお金っていうのも重要ですよね。今までのバトラーのファイトマネー、皆さんバトラーどれぐらいもらってるかってわかりますか。バトラーっていうのは今までまあほとんど明かされてないんですけど、これはわからないんですけど、もう100万から300万ぐらいだったと思うんですよ、一試合。この前の、まあ、カシメロ戦、カシメロ対バトラー、これやるとき、ファイトマネー、今回の試合はいくら、プロベラムから発表されました。それが1170万円を2人で分配する。カシメロが多く取る。ってことで、バトラーは多分500万ぐらいだったんですかね、これ組まれなかった、まあ、この試合は組まれなかったんですが、500万。この世界戦で500万。皆さんこれどう思いますか？あとファイトマネーっていうのは、例えばバトラーが500万もらったとしたら、500万バトラーの分じゃないですよ。日本だと、ファイトマネーの 33% が、ジム側に行くようになるんですよ。だから例えば、井上尚弥選手、だいたい1試合最近、まあ、どの予選は2億だったらしいんですが、だいたい1億としておきましょう。平均で。
1億として33%で、まあ6000万円台後半ですよね。さらにそっから、まあ税金だとか、何か他に特別トレーナーとか、そういうのにも支払ってるかもしれませんよね。この大所帯にやると。多分ですよ。1億ファイトマネーだと井上尚弥選手の取り分が5000万。そっから税金とか引かれるんじゃないですか。おそらく1億だと井上尚弥選手の手元に来るのって4000万、3000万から4000万ぐらいなんですかね、1億だった場合。これは多分ですよ。多分。予想です。まあ、2億だったら、だからその倍ですよね。まあ、7000万とか。それぐらいだと思うんですよ。ただ、井上尚弥選手は強力なスポンサーがいっぱいついてるんで、結局、まあ、それプラス、どれぐらいなんでしょう。全然わかりませんね、スポンサーは。まあ、数え切らないほどのスポンサーがついてて、その試合の時いくらもらってるかはわかりません。だから、わかんないですけど、井上尚弥選手は1億だった場合、1試合、5000万ぐらい入るんですかね。まあこれはあくまで予想ですけど。で、バトラー選手。まあスルタン戦。まあスルタン戦、多分500万ぐらいだったと思うんですよ。そのカシメロとのあれから流れてスルタンになったじゃないですか。多分500万。まあ手元に来るので、どれぐらいなんでしょう。300万ぐらいなんでしょうかね。まあでもこれ2試合やれば年収で、まあ600万から700万ぐらい、バトラーが。まあ3試合やれば1000万近くになるんですかね。まあボクサーとしては多いですけど、まあこれ世界チャンピオンとしてはかなり低いですよね。でもカシメロ選手はどれぐらいもらってたか。カシメロ選手がリゴンドーとやった時がファイトマネー多かったらしいんですよ。それでも2000万。リゴンドーとやった時で。井上尚弥選手が1億とか2億もらってるっていうのは、相当多いんですよ、その軽量級で。1億から2億。ファイトマネー1億から2億っていうのが。破格ですよ。これスーパーウェルター級の、この間試合した、ちょっと名前忘れたんですけど、すごい100、2メートル近くあるボクサー、あの選手でも3、4000万だったと思うんですよ、ファイトマネー。世界戦で。井上尚弥選手っていうのはもう、やっぱりすごく評価されてるんですよね。そして今回の4団体統一戦はいくらぐらいになるのか。これ大体発表されましたね。ペーパービューがそれなりに売れれば井上尚弥選手は、ファイトマネー3億と言われてます。わかりますよね。これバトラーも、これペーパービューの売り上げ次第では、5000万から1億ぐらい行くのではないかと言われてるんですよ。皆さんどう思いますか？今まで1試合数百万だった選手が、もしかしたら数百万ももらってなかったかもしれません、バトラーは。こういう選手が5000万とか1億とか言われたら、やりますよね。別に今回井上尚弥選手に負けたところで、ボクシング引退しなくてもいいんで。ただどうでしょう。せっかくの世界チャンピオンというのが消えちゃうんですよ。これはもう本当に人それぞれですよね。ただおそらくバトラー選手は現在33歳。これほどまでのビッグマッチというのを経験できるの今後ないかもしれない。まあそういう思いがあるんだと思います。もう本当にメジャーリーグに挑戦ですよね。まあこれは誰しもが本当に経験できることはないんで。はい。あと、バンタム級がこれから飽きますよね。仮にバトラー選手がこれで負けても、もう一回バンタムで這い上がる。そういう思いもあるんじゃないでしょうか。で、これ、井上尚弥選手に勝てる確率っていうのはおそらく自分自身でも低いと思ってます。もう限りなく低いと分かってると思います。おそらくこういうことじゃないでしょうか。まあ、33歳で、まあ、数千万から1億ぐらいもらえます。
やるんじゃないでしょうか、やはり。これなら。皆さんこれどう思いますか？自分はもう勝手にこう考察しました。で、バトラー選手、これどういう戦いをすると思いますか？これ普通に前に出て突っ込んだら即やられます。どういう作戦を立ててるんでしょうか？俺でも、何にも、何をしてたんだっていう戦いにはなってほしくないですね。ちょっとは楽しませてくれよ、バトラー。まあそういう感じですね。では続報入り次第またこちらで放送させていただきます。これ聞いていいねと思ってくれた方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。